それでは例会を始めたいと思います。はじめに麻生会長からご挨拶をいただきます。はい、この日曜日に行われた第80回の自由民主党の党大会に出られた方も多かったと思いますが、安倍総裁の挨拶というのは最近の総裁の挨拶の中ではちょっと抜けてたなと思ったぐらい素晴らしかったと思います。インドネシアの桜咲くも流れましたけれども、全体が自分の言葉で作られてて、ずっと自分でこう演説走行しておられましたし、見てたんで、へえと思って、ちょっと正直、私としては良かったなと思ったのと、なんとなく力強さっていうのを感じられた方も、5年前の党大会とかで、えらい力強さがあるなと、正直思ったところですね。とにかく、これ、中でもよく出てきましたように、日本を取り戻すっていう話は、これはやっと今、自民党が政権に復帰したところは第一歩なんであって、これから何回も言うですが、この7月の21日に行われます参議院の通常選挙、これがいわゆる一番我々にとって大変なんであって、ぜひ皆さん方は地元に帰られて、いよいよ参議院の選挙の準備っていうのは始まっているところな、もうすでにいろいろ小森家先生等々、皆、塚田先生、皆それぞれ準備をしておられるはずですけれども、その他にも我々は今、いろいろ新人を依頼されたりしておりますので、きちんとだったら以前お知らせしますけれども、その地元において、自分が衆議院で出した票というのが、参議院でどれくらい出るか、それが実力です。それが皆さんの持ったら実力なんで、それがきちんとした形で出ていきますので、選挙の票というのは確実に今後出ますので、ぜひそういった意味で自分の選挙と思ってきちんとやられる、これが結果として次の2回目の衆議院につながっていくと思いますので、決して今早すぎることはありません。私これ別に党に党役で言ってるんじゃなくて、これ本当に今見ても自民党になったから大丈夫なんじゃないのかなっていう期待だけで、とにかく数字はこれ動いた。何もしてないでこれだけ行きゃ言うことないね、本当に。このまま何もしないでじっとしたらもっと分かるかなって言った学者がいたのがすごい印象的でしたけど、麻生さん、このまま何もしていたらもっと分かるかもしれないって言ったのは、なかなかいいとこついてるなと思って感心して聞いたんですけれども、いずれにしても自由民主党はきっちり勝利をしていくということが日本を取り戻していくことになるんだと思いますので、ぜひこれからとも多くの議席を頂戴しましたけれども、これを気分雰囲気だけじゃなくて確実に実のあるものにしていくためにも、ぜひこの3人で勝てるようにお力でよろしくお願い申し上げて、ご挨拶で帰ります。ありがとうございました。ありがとうございました。それからマスコミの皆さん、ご退出ください。